河辺ロは、飛鳥時代の豪族。生は神。神は、小西騎毛。河辺氏は、新先生四六教皇別条によると、蘇我氏と先祖を等しくする氏族で、その名前は、河内国石川軍河野辺によるものである。同族に、日本初期末期第十九の金明天皇二十三年七月上に、名前の上がっている、河辺神経館、巻、 第22の水古天皇31年世祭上で、進む白木副将軍の一人とされた川辺神根受け、牧、第27にある白月の絵の戦いで、九柄救援軍の将軍になった、川辺も恵などが存在する。主として、対外関係の方面で活躍した一族である。マロの名前が出てくるのは、以下の2箇所のみである。初期牧、第25にある白地5年の上の2月に、 大東に県巣をし使い、大金城、高向の文み原理、大使、小西式下神戸市マロ、福祉大戦士も薬師栄日、方願大仏城、文みの与えマロ、二戦に分かれの良しむ。そして、一行は、白木道、北路経由で、河南路、来州に到着し、長安に至って天使に越見した。その折に、東宮関門角竹県の問いに従って、 彼らは、日本の地理と国が誕生した時の神の名前について、回答した。ここで、高子の原理の検討しにおける地位が、おししとなっているが、これは、死者の身分が高い場合に用いる用語で、大使より身分は上である。しかし、この後、原理は、大東の地でなくなってしまう。なお、この時のことは、旧、当女には、永紀5年12月に、 和国が目の王を献上したという風うに載せられている。その後、初期巻、第26区には、8月の土の犬の1日に、川辺新マロら、大東より帰る。とあり、計1年半の留学を終えて帰国した。彼らより先に、白地4年に剣士された、高田毛マロの検討船は、薩摩国と竹島の間で難破して、120人中生存者が、 わずか5名というありさまであったので、かなり運が良かったことがわかり、そのような危険な状態の中で連続して都会していった、当時の朝廷の官人や貴族は、称賛に値すべきもので、新しい国家を形成する熱気に満ち溢れていたと、直木光次二郎は述べている。以上が、河辺マロについての記録のすべてである。河辺新一族は、天武天皇13年11月の発色のせいで、 第2位のアソンの姓を否定されている。ありがとうございます。